公開初日を迎えてじゃあ僕ですかあそうねああんでねああそうねああそうね先にやっといた方が楽みたいになりましたねじゃあお願いします緑川さん次と言ったら僕かなと思って僕がグリッドマンと関わったのは第6話ぐらいですかねユーチューバーの高さんそうだテレビアニメ本編にもねグリッドマンに出た人は ダイナゼノンのオーディション受けられないよと <laughs> 噂を聞いていたんですけどなぜか受けられました監督ありがとうございまあでも強運の持ち主ってことだよねそ <laughs> れはいいと思うよそうですねそこでまさかのねいとこの安西千佳とも共演できて初メインで共演できて、うん、すごくそういう意味でも思い出深い作品になってでこうやってねグリッドマンチームとも一緒に。 アフレコもねあの、何人かと一緒に、えー、収録できたのでとてもこう思い出が、えー、深い劇場版の作品になりました。えー、たかともどっかでね、再登場したらいいなって思ってます。<laughs> まあでもこれがもういろんなもうたくさんの人に見ていただいたらまだまだグリッドもユニバースですから続く可能性あるのでまだ皆さん見る前だと思うんですけれどもぜひこの後の上映楽しんでいってください。誰ですすかか、うん、行きまじゃあ <laughs> <laughs> ありがとうございますいや、最後にちょっと待ってよちょっもう早く行きたい余韻とかあるじゃんだってこれ最後になったら結構大変だものじゃあ若見さんいやもうグリッドマンユニバースという映画が公開されると分かってからやっぱここまでこの公開日初日まで本当に長かったなーって 思いますね体感時間なんですけどやっぱりその収録してた時はやっぱりこの作品の素晴らしさっていうものをひしひしと感じていたので早く見てもらいたいなって思ってたのでもう今日この日がすごい待ち遠しくてたまらなかったのであのまず初日に来ていただけて嬉しいなって思うんですけどあっ監督もね再三おっしゃっていた通り。<laughs> あのー、今日初日なんですけど。うん、最初の三日間が特に重要なんですよ。<laughs> まだ見てもないのよ、みんな。<laughs> まだ見てもないから。早いよ。早いよ。ごめんなさい、気が早くて。なんで、あの、今日見ていただいて。いや、絶対、あの。 感動して帰っていただけると思うんですけど、またねお友達を連れてきていただいたり、何回も見ていただけたら、あのまず最初の3日間で何回も来ていただけたら嬉しいなって思います。ねでもそれ大事なことですよね。そうそう <laughs> とりあえず3日通っていただいてから一回ブレイクしてください。<laughs> めちゃめちゃ大変だ。<laughs> はい、はい。ありがとうございます。ますありがとうございます。